こんにちは。今日私はあるイベントに参加するために渋谷に来ております。では今からそのイベント会場に向かいたいと思います。イベント会場に着きました。私が参加するイベントというのは渋フェスというイベントです。で、この渋フェスというイベントで今からファッション手当っていうくじ引きを引きに行きたいと思います。で、ファッション手当っていうのは外れがなくて1000円か5000円の商品券がもらえるっていうくじです。で、このくじが使えるのは今日か明日だけで、抽選は今日しかやってないです。で、この商品券が使えるのは渋谷原宿エリアの対象となっているお店で使うことができます。で、このくじを引くには SNS で渋フェスの風船を撮影してハッシュタグに渋フェスってつけてアップすると、このファッション手当の抽選に参加することができます。で、このイベントは毎年3月と10月に行われていますが、ファッション手当の抽選は毎年やるとは限りません。で、私は去年の10月とその前にも参加したんですけれども、5000円券も当たったことがあります。結構皆さん見てると5000円当たったりしてるので、結構頻繁に5000円は当たると思います。それでは早速行ってみましょう。やっていいよ。いい？うん。並んでるやつ違かったかも。はい、そっちが並んでるやつ。あ、おめでとうございます。1000円でーす。はい。ありがとうございます。すごーい。今年は1000円で旦那さんが5000円当たりました。では今からこちらのチケットを使って。ショッピングしていきたいと思います。はい、買い物をしてきました。買ったものを少しだけご紹介します。はい、こちらはアディダスのスーパースターです。スタースミスを履いていたんですけど、スタースミスがボロボロになってしまったので、次はスーパースターを履こうと思って購入してきました。すごくベーシックで、もう定番中の定番だと思うんですけれども、こういう白くて丸っこいスニーカーは常に持っておきたいなと思って買えてよかったです。はい、そしてこちらはフランフランなんですけれども、今回の渋フェスの対象店舗でフランフランも対象になっておりました。はい、フランフランで買ったのはこちらのミッキーの離乳食セットです。もう子供の離乳食が始まるので、前から狙っていたこちらをこの機会に購入しました。プラスチックっぽい感じのプレートですね。こちらは何種類か色があって、こちらのコップとかフォークとスプーンも色がたくさんありました。コップの持ち手はミッキーになっております。そしてフォークとスプーンのミッキーの模様が入っております。今回旦那さん5000円、私が1000円当たったので、合計で6000円お得に買うことができました。すごくお得にお買い物できるので、次回からぜひ皆さんも参加してみてください。はい、それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。